いつも動画視聴、コメントありがとうだぜ。このチャンネルでは名探偵コナンファン必見の解説、考察を中心に配信しています。まずはチャンネル登録をしてくれたら泣くほど嬉しいぜ。コメントを書きながら動画視聴するのもおすすめよ。それじゃあ始めていくが、ここから先は本誌最新話のネタバレも含むので注意だぜ。かわいいなぁ。何がかわいいんだ？ファイル1135の欄よ。萩原と一緒に車に乗ってる欄がかわいすぎるわ。確かにそうだな。幼少期の親鸞からしか得られない何かがあるぜ。でも怪しい男たちの思惑はわからずじまいだわ。警察学校組のかっこよさに見惚れていただけじゃないのか？聞く。そんな人たちばかりだろうから今回の話を。怪しい人たちの目的、警察学校組の優秀さ。メタ的な今回の話の目的、1136話の展開予想に分けて解説するぜ。怪しい人たちの目的。前回山桃はお、ウィード。つまり大麻だと予想していたけど、答え合わせはなかったね。まあでも大麻でほぼほぼ確定だろうな。それはどうして？1134話ではエアコンの室外機がつけっぱなしなこと。そして今回1135話では電気代が高額すぎることが述べられていただろ。松田がピッキングして開けてた郵便受けに入ってた請求書ね。3万円はオール電化の北海道並みの高額請求だわ。その高すぎる電気代でほぼほぼ大麻確定と感じているぜ。というのも大麻の育成を早めるためたくさんの電灯を使うらしいんだ。LED だの HID だのいろんなライトを使って、光の強さやスペクトラムが異なる環境を用意する必要があるらしいんだ。そりゃ電気代も食うわけね。さらに空調設備も充実していなければならない。だから1134話で新一がエアコンの室外機が回りっぱなしって言ってたのね。でもあのパソコンモニターは何なの？彼らはデイトレーダーじゃないんでしょ？伊達の質問をごまかしていたあれな。おそらくあのモニターも大麻の様子を見守るためのものだろう。ライトも空調も重要だが、温度と湿度の管理も重要だからな。大麻の栽培ってお金も手間もかかるのね。しかし 1g6000円という高額商品だからな。フェラーリも買えてるしね。しかし絶対真似しちゃダメだぞ。麻薬及び向精神薬取締法の麻薬として、禁止規定及び罰則が法律で定められているんだからな。薬物ダメ絶対。警察学校組の優秀さ。そして1134、1135で際立つのは警察学校組の優秀さだよな。頭脳は古谷が一番って聞いてたけどみんなすごいね。1134話でウィードに気づくのもみんな同じタイミングだし、小脳で作る魚、蛇花火、鬼の顔の奇妙な写真もみんなすぐわかっていたぜ。アメリカの金融市場に関する知識もバッチシだ。5人ともありとあらゆる知識に精通しているわ。改めて4人もが個人であることに悔やまれるよな。4人とも確実に日本の平和に大きく貢献する警察になってただろうに。悲しさが込み上げてくるね。でもそんな4人の意思を継いでいるのが古谷なんでしょ。そうだぜ。今回の話でも過去回に繋がりそうなシーンがあった。それは松田が郵便受けをピッキングするシーンだな。よりによって違法行為なここ？古谷も同じようなことをやってるんだ。単行本第78巻テレビアニメ第705話、密室にいる子なんで、密室殺人が起きるんだけど、その部屋を開けたのは安室のピッキングなんだよな。この時安室はセキュリティ会社の知り合いに教えてもらった。って言ってるけど多分松田のことだろうな。確かにこの時なんで安室はこんなことできるんだろうと思ったわ。そしてヒロミツは相変わらず優しくて、コナンとランに理科の先生みたい、なんて言われていたな。あまりに懇切丁寧だから学研漫画家と思ったわよ。このヒロミツの説明上手さはおそらく両親譲りなんだろう。何しろヒロミツの両親は教師だからな。なのに兄はわかりにくい言葉を多用するわよね。確かに、今回の話の目的。今回の話はハロウィンの花嫁の続きっていう点もすごいし、幼少期の新一覧が見られるだけで満足なのに、さらにそこに警察学校組も加わって最高、ではあるんだけど、本筋からは外れている話なのよね。同感だな。1136話でどうなるかは定かではないが、ファンサービスの側面が大きい話だと思うぜ。というのも警察学校組は大人気なキャラだけど、4人が個人だから動かしづらさもある。だからこそハロウィンの花嫁の後日談にしたんだと思うぜ。でもなんでこのタイミングなのかしらね。ハロウィンの花嫁の直後に出せばよかったのに。やっぱり来年の映画が関係していると思うぜ。でも来年の映画は長野県警よね。長野県警といえば諸伏隆明。諸伏隆明の弟は？ヒロミツ。そうだ、だからこそこのタイミングだと思うぜ。実際2023年11月ぐらいの本誌連載は、単行本第105巻。コナンとキッドの共同推理、つまりキッド VS 白馬の会、
2022年11月ぐらいの連載は単行本第103巻。騎士は見ていた、つまり黒田白鳥若さの会だ。きっとは2024年100万ドルの道しるべ。黒田白鳥は2023年黒金のサブマリンに出演してるもんね。つまり前年11月というのは翌年映画のキャラを目立たせる時期になっているんだぜ。だからこそ今回警察学校組が取り上げられたことは、古谷博光の出番を示唆していると睨んでいるんだ。じゃあ伊達松田萩原はどうかな。可能性は低い。白馬も若さも映画には出なかったからな。しかし2024年11月27日現在、青山先生の熱盛では、佐藤刑事の出演が確定した。ということは松田の回想がある可能性が出てくる。高木が出れば伊達、千早が出れば賢治の回想もあるかもしれない。ぜひ出てほしいわね。1136話で期待できる展開4選。1136話で期待できる展開は大きく分けて4つあると思っている。まず1つ目ほぼ確実なのは、萩原蘭 VS 怪しい男のカーチェイスだな。鬼塚教官から車を借りてきていたもんね。怪しい男側もフェラーリがあるから見応えありそう。カーチェイス自体ももちろん楽しみだが、私はオマージュシーンに期待するぜ。どんなオマージュシーン？単行本第76巻テレビアニメ第674話。探偵たちのノクターンのカーチェイスシーンだ。この話では犯人にさらわれたコナンを救うため、アムロが助手席にランを、後部座席に小五郎を乗せるんだけど、そこでアムロは犯人の車をぶつけて止めるために、ランを自分の方に抱き寄せるんだよね。うわいいなぁ。市場が漏れすぎているぞ。何が言いたいかというと今回萩原はランを危険から守るため、ランを抱き寄せると思っているぜ。アムロに萩原に新一って、ランの周りはイケメンパラダイスね。そして期待できること二つ目は鬼塚教官の本編初登場だ。今回は電話出演だったもんね。てかこの人表紙飾っといて本編出たことないの？むしろ表紙抜擢がサプライズだ。鬼塚は5人の担当教官で、佐藤の父正義の部下だったんだ。鬼塚が乗っている FD は正義から譲り受け、その後佐藤の元へ行ってるんだぜ。警察サイドの重要人物ね。警察学校組ファンからするとたまらない展開になりそうだな。三つ目の期待できることは前回の動画でも述べた。アムロにコナンイコール新一がバレることだな。小五郎は1135話でもびしょ濡れになっていたし、アムロが助けに来そうだよね。水道局の方が車で応急処置してくれそうだよな。さらに1135話でアムロは新一とがっつり話しているし、奇妙な写真の説明の際に写真も撮っている。アムロもラン同様思い出すと一気にコナンイコール新一が繋がりかねないぜ。アムロほどの男が記憶力悪いわけないもんね。それも4人との思い出ともなれば忘れるわけがないわ。コナンは現在軸で、ポストを見に階段を下っている。その際に会うんじゃないかな。最後に4つ目として期待できることは、猛禽類杖爺さんだ。どんな爺さんだっけ？単行本第103巻キッド VS アムロクイーンズバング。単行本第105巻執事になった理由に出てきた爺さんだよ。金持ち層でアムロと内密に連絡を交わしており、コナンの調査をアムロに命じている爺さんだな。超重要人物であることは間違いなさそうね。今回出るとしたらどうやって出るのかしら。多分最後のページだろう。コナン新一に気づきかけるもしくは気づくアムロに圧をかけるシーンが想像できるぜ。本筋も進めてほしいから期待したいね。さらに猛禽類杖爺さんが期待できる理由として1134話で古谷が一人外出する用があることだ。スマホ持ってる理由を説明していたね。私はこの外出は警察庁からの公安スカウトと予想している。古谷一人が他4人と違う要素といえば、警察庁か警視庁かだからな。スカウトするのはまさか、そう、猛禽類杖爺さんだな。爺さんがどんな人かはさっぱりだが、権力者だということは間違いないだろう。さらに古谷が公安にスカウトで入ったことは、スーパーダイジェストブックで明言されている。古谷について紐解く話にもなりそうってことね。そういうこと。じゃあ今回はここまで、コメントや感想をよろしくだぜ。面白いと思ったら、チャンネル登録と高評価もよろしくね。それでは、また次回お会いしましょう。